学問と教育の聖地といわれる湯島。徳川五代将軍綱吉は儒学の振興を図るため1690年湯島の地に聖堂を創建。これが現在の湯島聖堂の始まりです。その後およそ100年経った1797年江戸幕府直轄の学校として我が国の近代教育の原点となった昌平坂学問所が開設されました。1928年日本で初めて国立の歯科医師養成機関として本学の前身である東京高等歯科医学校が東京市神田区に創立。官立歯科医育機関の必要性が歯科医師により早くから認識されていた背景も後押しし、学問と教育の聖地である湯島に東京高等歯科医学校設立を実現しました。1944年第二次世界大戦以降、国が医師育成を重要課題として掲げ、その一環として東京高等歯科医学校に定員100名の医学科が設置され、東京医学歯学専門学校と改名。1946年東京医科歯科大学設置。1949年医学部歯学部附属医院が医学部歯学部附属病院とそれぞれ解消。第二次世界大戦終戦後、 GHQ の要請に基づいて日本の教育制度は改革を行うこととなります。そして1951年国立大学設置法により東京医科歯科大学となり、医学部医学科歯学部歯学科を設置しました。1955年大学院医学研究科及び大学院歯学研究科が発足。そして1989年4月に国立大学で初めての4年生の保健衛生学科である医学部保健衛生学科を設置。国立大学検査系のパイオニアとして看護学及び検査技術学というそれぞれの専門分野の発展を牽引する大きな役割を担ってきました。1993年4月大学院医学系研究科保健衛生学専攻を設置しました。2004年には国立大学法人化という歴史的な転機を迎え、学部では4月歯学部附属歯科衛生士学校を歯学部航空保健学科として発展的に改組するなど、これまで以上に個性化、高度化、国際化が求められ、戦略的な大学として自立した運営形態で新たなスタートを切りました。2020年東京医科歯科大学は文部科学大臣から世界最高水準の教育研究活動の展開が見込まれる大学として指定国立大学法人に指定されました。そして未曾有の感染症、新型コロナウイルス感染症対策についてもダイヤモンドプリンセス号の患者搬送、船内診療支援に職員を派遣するなど初期段階から貢献。さらにコロナ外来診療センターを設置するなど地域のニーズに即した医療を提供してきました。2021年10月1日より医学部附属病院と歯学部附属病院が一体化し、東京医科歯科大学病院としてスタート。新型コロナウイルス感染症対策にも積極的に貢献。困難な局面に対してもコロナから患者さんと仲間を守るというスローガンの下で職員全員が一致団結し大きな力を発揮しました。2022年10月14日国立大学法人東京医科歯科大学と国立大学法人東京工業大学は両大学の伝統と先進性を生かしながら、これまでどの大学も成し得なかった新しい大学の在り方を創出することを目的に、
統合に向けた基本合意書を締結しました。東京医科歯科大学はその長い歴史の中で数多くの優秀な人材を輩出し、トップレベルの教育・研究機関として日本の医学・歯学の世界をリードしてきました。そしてこれからも医療系総合大学として知と癒しの匠を創造し、東京のこの地から世界へと翼を広げ、人々の健康と社会の福祉に貢献していきます。